マヌー国立公園は、マードレでディオス県やクスコ県にまたがるペルー最大の国立公園である。ペルー政府に保護される前から、その近づきにくさによって、あまり荒らされることはなかったが、陸路での近づきにくさは、今でも変わりがない。1977年にユネスコは生物圏保護区とし、1987年には世界遺産リストにも登録された。面積は、 1> 約15,328平方キロメートルで、生物圏保護区としてはさらに2,570平方キロメートルが対象となっており、それらに加えて914平方キロメートルが文化保護区が設定されているため、関連する保護区の総面積は18,811平方キロメートルである。この国立公園は標高百五十メートルのアマゾン盆地一帯から、 標高4200メートルのプーナと呼ばれる草原に至るいくつかのエコリージョンを保護している。この地理的な幅によって国立公園としては世界屈指の生物多様性を呈しているのである。植物種は全体で1万5000種を超え、1ヘクタールあたりの樹木種は250を上回る。また北米の前夜長種に匹敵し得る800種以上もの鳥類が見られるため、 世界中の野鳥愛好者にとっても魅力的な場所となっている。また、サラオと呼ばれる場所の土はアルカリ性などの成分や下毒作用が豊富に含まれており、動物たちの栄養源となっている。また、この場所では動物たちが争わず共存している。公園はアンデス山脈から発し、マドレでデ,ディオス川に注いでいるマヌ川流域全体を実質的にカバーしている。 周辺地域の大部分は未開発で、低地地方への唯一の直接的なアクセス方法は、マル丸川をボートで遡上することである。この唯一の入り口は、公園の警備員によって緩やかにだが監視されている。クスコパウカルタンボシントや道路は、公園南部の境界になっており、プーナや山岳森林帯のような高地アンデスの生態系にもつながっている。 ペリューの他の国立公園同様、国立天然資源協会が管理している。公園内の定住生活は制限されており、アマゾンの先住民族の一つであるマチゲンが人たちの小集落群などに限定されている。彼らは大部分がマヌ川かその大きな支流沿いに暮らしている。公園に隣接するいくつかの保護区では観光、狩猟、 材木の伐採をはじめとする資源の収集なども認められている。特にマヌー川河流に見られるこれらの地域はマヌー生物圏保護区には含まれているが国立公園には含まれていない。公園の訪問者には先住民族に招かれた医学や教育の専門家たち、それにインレナに許可を得た研究者たちが含まれている。デューク大学の生態学者、 ジョン・ターバラの指導を受けたコチャカ種、生物学研究拠点は、公園内で最大にして、最も洗練された研究拠点であり、熱帯の生物学研究や生態学研究が最も進んでいる部類に属している。マヌーコ国立公園の植物賞は2万種を超える。公園の40%が、アマゾン川の定置性の熱帯雨林で、淡水の湿地林も含まれている。他に、 三日月湖、ヤシの茂、湿地帯、高地性の森林などが見られる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。